ちょっと聞いてよ。ねえ、ちょっと私真剣に話してるんだけど。ねえ、ちょっとあなた、ねえ、ちょっと起きてよ。あなた、じゃあ今度ちゃんと話そうね。ダメだった。ダメだったか。もう無理なんじゃないか。ねえ、もう一回だけ不妊治療したらダメかな。つかもう一回ってそれでうまくいくっても限らないじゃん。お願い、もう一回だけさせて。私たちの子供も欲しいし、司くんも一人じゃかわいそうだしさ。でも司も大きいしさ、まあ、関係このままでいいんじゃないのか。どうしてもって言うの？それお願い、もう一回だけ。まあもう今日も遅いからさ、また明日でしょ、その話は。どうして、うん、私ちゃんと考えてるんだよ。結婚して3ヶ月。もしもし。あ、掃除してた。今回もダメだったみたい。そうね。でも諦めずにまた頑張りましょうよ、不妊治療。分かった。じゃあ仕事頑張ってね。大丈夫？そうね。僕、父さんとの会話聞いちゃった。ごめんね。え、聞いてたの？父さんは精子がないんだ。だからできないんだ。母さんが悪くないよ。何言ってるのよ。そんなわけないじゃない。僕が父さんの代わりになってあげるよ。弟を